ようございます。あ、ここですね。上手させていただいてます。いや、ドキドキしてます。ドキドキするし、ワクワクするし、どんな子が選んでくれたのかなと思って、楽しみです。とても嬉しかったんですよ。こう日本に生まれて育って自分の意思でいろんなことを決めていく、いける生活ができてますので、その中で逆に人からいいって言って選ばれるって少ないかもしれないと。特にこういう形での選ばれるという形は、なんか思いがすごく一番上にある気がするんですよ。子供が本当に写真を見て純粋な気持ちでつながるっていうことがなんかできる気がしていて、わーっと胸がねいっぱいになりますね。選んでくれて本当にありがとうと言いたいですね。もう私の気持ちはとっても幸せです。